まれて初めての経験にしました。あれ夢みたいでした。船木雅一27歳鍛え抜かれた肉体に端正なマスク、ひらめくハイブリッドレスラータイガーマスクに憧れ、15歳で新日本プロレスの門を叩き、史上最年少デビューを果たした船木。以来本当にやりたい格闘技を探して団体を渡り歩いた末に自らパンクラスを設立。古代ギリシャの崩壊血統パンクラチオンの精神を現代によみがえらせるための命名だった。15で入って17の時にこのスタイルを考えてたんですよ。5年前とかに船木の理想は何なんだとか、いろんな人からその聞かれたんですよね。その理想が今の形だなと思いますね。 9.7 頂上決戦、一度として王者のベルトを巻いた経験のない船木はこの一戦に自らの身体をかけていた。確実に滅びゆく肉体を精神が克服してきた総決算として、あんまりその何回も何回もその挑戦ということは好きじゃないんですよね。だからそういう意味でもう本当一発勝負っていうんですか、もう一生に一回っていうそういう気持ちで臨みますね。だから取れなかったら多分違う答えが出てきます。船木は一体どんな答えを見つけるのだろうか。いつになく沈黙に支配された控え室、ふと漏れたこの一言。今日で終われたと思うと、うん、WBC ですね。白熱した試合が続き、メインイベントへの緊張は嫌がおうにも高まる。そして運命の時、敗北イコール引退の重圧。焦がれた不安の熱い声が船木を包み込む。これが最後の歓声なのか。チャレンジャー船木、全く歯が立たない。なぜだ。避けられない壁はなかったですね。汚いものとか、かっこ悪いものとか、いや、すごい嫌なんですよ。その言葉とは裏腹に、船木は立ち続けた。しかし、左手ですか。自由ですね。開始から17分5秒テクニカルノックアウト。この瞬間、男の中で何かが弾け飛んだ。試合後、クールで気取り屋の男がマイクを握り、ファンに、そして自分に向かってこう叫んだ。これが俺の結果だよ。だけど俺まだね、こんなとこでね、やめてられねえよ。明日からまた生きるぞ。生きようと思えば絶対に生き続けていけますね。諦めるから死ぬんですよ。そんな長くないですから、そんな長くないですけども、もう少しやらせてください。右手で勝利、左手で自由をつかみたいといった男の旅は終わらない。やめられない。船木雅一。